おはようございます。阪急道場弓矢さんです。はい、今朝の弓矢散歩は東京駅の皇居前広場からですね、ちょっと歩いていきたいと思います。はい、ではどうぞ。はい、ということでやってまいりました。東京駅の皇居前広場ですね。私の目の前は皇居がありますね。はい、ぐるっと回って、はい、東京駅見えてまいります。じゃーん。はい、ここね、本当に好きな場所なんですよ。皆さん行かれたことありますか？東京駅のですね、そうそう、皇居前広場というところですね。うん、ここね、本当おすすめ。そう、写真映えする場所ですよね。そう。で、皇居前広場、ね、私の両手にあるね、木は、イチョウの木があるんですが、これね、またね、新緑の季節も綺麗だし、紅葉の季節も綺麗だし、本当にね、一年を通してね、綺麗。そうなんですよ。そうそう。で、私ですね、趣味の一つが、カメラ、写真撮ること。そう。で、ソニーアルファ7-3のですね、カメラ持っているんですが、たまにね、カメラ片手に、この皇居前広場に来たり、あとは、皇居ですよね。皇居の中、東御苑の中に入って写真を撮ったりもしてます。そう。なんかね、ここ結構来ると、写真撮られてる方たくさんいらっしゃるんですが、結構結婚式の写真、ね、ウェディングフォト、ここで撮られてる方非常に多いですね。はい。しかもね、早朝撮られてるんですよ、そういう方って。そう。なのでね、今、まだ日の出が6時40分ぐらいかな、今日の出がそれぐらいですかね。そう、7時前ぐらいなんですが、それぐらいになるとね、結構ウェディングフォト撮られてる方多いんですよ。そう、なんかね、私もね、幸せな気分になるなと思いながら、ここいつもね、写真撮ったりしてます。はい。ね、ほんと綺麗ですよね。今ね、八重洲側ね、この反対側ではね、大規模工事いろいろと進んでおりますがね、なんか本当にそんな感じですよね。なんかそういう大規模工事、ビルをね、建設したりね、 CLT のね、大きい木造のビルが建つとかなんとか言われてますけどね。うん、ね、八重洲のね、大きいビル建ちましたよね。今ちょっとね、名前が出てこないんですが、八重洲タワー、うん、ね、そちらにもね、ちょっと行ってみたいなと思いながら、まだ足を運んでいないんですが、今度またね、八重洲をね、ちょっと弓矢散歩行った時はぜひね、ご覧いただければ嬉しいです。はい、ね、私もちょっとまだね、八重洲側ね、ね、新しく建ったビルとかね、行ってないので、行ってみたいななんて思いながらね、そう、ずっと建ってるんですけど、そうそうそうね、けどまた朝は朝でいいですね。そう、向かいに見えるのは切ってのビルですね。切ってそうそう、うん、切ってはね、このバルコニーのところから私、電車を見るのも好きで、はい、皆さんね、行かれたことありますか？切っての何階だかちょっと忘れてしまったんですが、バルコニーがありまして、そこから東京駅の上からね、ね、いろんな路線見ることができて、いろんな電車ね、通ってるんですが、うん、そう、切手のバルコニーおすすめ。そう、いつかね、ドクターイエローとか見たいなって思ってるんですが、未だにまだ見れたことがなくですねそう、結構ね、東京駅とかね、この JR 線沿いにね、お勤めの方とか学校があるという方はね、ドクターイエロー案外たまに通ってるよなんて言われるんですが、私はね、まだ一度も見たことがありません。はい、皆さんはドクターイエロー見たことありますかね、ドクターイエローってなんぞやって話なんですが、なんかその電車とかのドクターですよね、点検、修理、点検、まあ、点検をする車両みたいな感じなんですよ。そう、車体はね、本当イエローにネイビーのラインが入ってるかな、なんかそんな感じのね、電車なんですけど、電車っていうか新幹線になるんですかね。そう、
ね、いつか見てみたい。なんかね、ドクターイエローを見ると幸せになれるとか、なんかね、幸せのイエローかと思いながら っていうのがあったんですけどね、もしね、皆様の見たよっていう方いらっしゃればコメントいただけたら嬉しいです。はい、ということで丸の内北口にやってまいりましたね。なんだかんだ5分ぐらい歩いてまいりました。はいね、朝の東京駅、皆さんね、あんまり見たことないなと思うかもしれませんがね、綺麗な映像をお届けできたら嬉しいです。ということで今日の弓矢散歩ご覧いただきありがとうございました。